今日のゲストはお二人、京都大学医学部附属病院で、ベンチャー支援をされております特定教授の小柳智義さん、そして株式会社産学連携研究所代表取締役、住田健生さんです。よろしくお願いいたします。今日のテーマはイノベーションということでいきたいんですけども、まあ、まずは非常にもったいないというふうに思います、はい、京都大学日本の中でどういうふうに思われているかっていうと、やっぱりノーベル賞っていうふうに思うんですね、うんうん、有名な先生もいらっしゃいますし、いろんな基礎研究の成果が出ていると、うん、ただそれがやっぱり事業化っていうところになると、うん、もう全部東京の方に行ってしまっているというのがあるので、うん、ああ研究があってプロダクトがあるっていうところ、間のところの開発とか事業化とか、うん、そういうところが全部外で行われている。京都が研究を事業にするというそこの部分が弱いばっかりに、京都の優れた研究があまり日の目を見ないというか、事業になってもっといろんな人に役立つということの機会が失われているというような感じイメージですか。そうですね、まあ、この20年見てますと、うん、かなり環境はすごくドラスティックに変わってはいますね、うん、例えば大阪大学の初めの2004年からの10年は上場ベンチャー、バイオベンチャーも上場してですね、かなり盛り上がってました、まあ、ただリーマンショックと事業仕分けで、うん、もうツンドラ状態です。もう何もかも一回なくなりました。特に関西は何もかもなくなりました。でちょうど約10年前ですね、まあ、9年ぐらい前に、うん、大学にベンチャーキャピタル会社ですね、うん、いわゆる投資する会社を、うん、日本の4つの大学に、うん、投資子会社を作るという方針を国が決めて、うん、京都大学も投資会社ができました、うん、でそれから京大はガラッと変わりましたね。この10年もう、はい、うん、嘘のように変わりました。でベンチャーの数も増えてます。で事例も、まあ、成功事例もいくつか出始めてますが、まあ、まだまだ少ないですね、うんうん、もっともっとこう会社を作って、成長事業を作ってやっていかないといけませんので、まあ、まだまだこの一押し二押し三押し四押し五押し十押し、うん、押し押しでちょっといかないと、はい、ダメですね、はい、これね大学のね研究からね、はい、事業を起こしていく、うん、ベンチャー企業になっていくっていう、うん、ちょっとイメージなかなかつきにくいところあるんですけど、非常にいいご質問でして、はい、日本でバイオベンチャーで成功しているところは、うん、未だに1社もないんです。ない、うん、これがすごく問題です、うんうん、だから何かの事例を挙げてください、うん、何かを参考にしましょうじゃないんですね。イノベーションなので、これは例えばじゃあアップルを作る、マイクロソフトを作るって言った時に、スティーブ・ジョブズとかビル・ゲイツがこういう会社を作りますって事例を挙げたかっていうと、言ってないと思うんですね。ほうほうほう、そういうことをされてるんですね、はい、みんながイメージできないものができると、はい、そしてその可能性は実は京都にが多くの可能性を秘めていると。皆さんよくこう研究大学でやっとけば産業になるって思われがちなんですけど、うん、先ほど申し上げた通り、うん、研究室の中でずっとなんか実験しててもものはできないんですよね。でもじゃあこういうものを何千着作りますって大学ではできないんですね、うん、そうするとこのプロセスを大きくこうね、スケールアップしていかなきゃいけない。あ、これがいわゆる産業化の、はい、仕事なんです、ね、はいはい、大学の先生に研究費渡しとけば、うん、これまでできるってよく、うん、多くの方が思われます、うんうん、当時大阪大学の時も、うん、大学に研究費を出しておけば、うん、お薬ができるって思われてたんです、うんうん、真剣に思ってた人がいました、はあ、金融系の会社の人たちも、うん、できないですよね。できない、うん、できないって できないですよって言ったんですけど、うん、どうしたらいいんですかって逆に怒られてそれが多くの方々の誤解なんです。なるほど、誤解なんです、はい、京都には大学の集積がある、日本一の集積だと。補助金が山の中にショッピングモールを作ろうとしている感じだと、うん、お客さん来るんですか、うん、お客さんそこで買って一体何をするんですかっていうストーリーがないんですね、うん、そういうなんか人の流れっていうのを考えましょうっていうところが、そういうのが抜け落ちているので、なので補助金を出しますって言っても
じゃあ町屋で一体ここのに誰が入ってきて、誰がお金を使って、誰が投資をしてっていうことがどうなっているのか、でそこで働く人誰なんですかって言ったら、我々が仕事を作っているんですね。はい、そこから薬を作るかもしれない、その発想っていうのは町屋のそういう雰囲気から出てくるかもしれない、だから外国人もみんな京都に来て町屋とかそういう雰囲気を楽しもうとしている、なのにこれを使う、もしくはそこに補助金を出す人たちは、ああ海外から人が来るんやったらラッキーでしかないんだよ、これはもったいないな、どうしたらいいでしょう、うん、その場をまず作っていただきたいですね、まず、うん、個別個別ではお話はしてます、うん、で意外とこう現場とやっぱりいろんなところにこうね、すごい大企業様、はいはい、すごい京都市様、京都府様、ね、大学様がいらっしゃって、うんうん、やっぱ現場とこの上層部の方々のお考えがやっぱ乖離は当然あります、うん、乖離があるので、そこをもう少しこう一緒になって、うん、お話しできればだと、うん、もうこれは常々思ってます。はい、はい、まあ、まさにプロデューサーが必要ですね。そうですね、ね、はい、申し訳ないですが、企業の OB の方とすごくいっぱい仕事をしてきて、すごく勉強させていただきました、うん、はい、でも方々は未来作る人ではないんですね、うん、やっぱり若手の方、そしてちゃんとイノベーションを自分の言葉で語れる方、なんか難しい分野だなと思って、うんうんうん、もういきなり敬遠する人とかも多いんでしょうね。ああもういっぱいいますね、いっぱいいますね、うん、難しくないです、まあ、4年後ぐらいに京都駅の南のあたりに、はい、まあまあインパクトのある建物が建つ、うん、いろんなサポートを今してるんですね、はい、ラボですか、事務所もオフィスもできます、オフィスとラボが建ちます、はい、まあ、びっくりなのはこれ結局民間投資なんですよね、はい、100%、はい、っていうことはしかも外資、はいね、はい、外資の民間デベロッパーは、うん、これが儲かるということをしっかりと分析しているにもかかわらず、その当の京都の、ね、行政も、ね、その他企業もそこに動き出さないというのは、これはやはりまず問題意識持たないといけないですよね、うんうん、私堀川の御池に住んでるんですけど、堀川通りとかね、うん、まあ御池は地下鉄ありますけど、うん、結構こうつながりが断片的じゃないですか、うんうん、かつて市電があることによってつながっていた交通ネットワーク、はい、ね、電車の、はい、これが途切れちゃったというね、はいはいはい、これをやはりもう一度つなぎ直して、ね、はい、特に次世代型のね、はい、通勤でいつも疎水の近く通るんですが、はい、まさに150年前にあれを作って、うん、市電を作って、はい、産業を作りましたよね、うん、やったんですよ、うん、人たち、うん、はい、じゃあ次に疎水に変わる何をするんですかっていうのが今求められてると思います、うん、はい、当時西郷隆盛さんの息子、うん、ね、菊次郎市長だったと思うんですね、うん、第二疎水、はい、発電、市電、うん、道路拡張、うん、これが今の京都のいろんな、まあ、基礎的なインフラになってますよね、うん、それ以後ないと、うん、今だと、うん、はい、まさに躍動で、ね、はい、躍動ですよ、はい、本日のゲストは京都大学医学部附属病院、特定教授でベンチャー支援をされております小柳智之さん、そして株式会社産学連携研究所代表取締役の住田健生さんでした。どうもありがとうございました。